大成丸は会議教育機構が保有する公開練習船。本項目では2014年に就航した4代目を取り扱う。3代目大成丸の大船として三井造船玉の事業所で建造され2014年3月31日に竣工した。2代目大成丸から船内に展示されている初代大成丸の名盤も引き継がれた。内航用練習船として 内航船の主要航路や港湾において訓練を行うため、水薦下の船体は先頭型内航貨物船と同程度の大きさになっている。また、既存の練習船とは異なり、船橋からの視界や操縦の間隔を内航貨物船と類似させるため、船橋が船体中部に配置されている。実際に内航船の主要航路や港湾などで訓練を行うケースはあまり見られない。 先代の大成丸は蒸気タービン推進だったが、本船は内航船に広く用いられている新潟原動機 6MG34HX ディーゼルエンジンを搭載した。6MG34HX は IMO の NOX 規制をクリアした低燃費、低光外タイプで、本船のディーゼル化で会議教育機構の規制練習船はすべてディーゼル推進となった。 船橋は公開用と実習用の2層があり、多機能ディスプレイを有する公開船橋でも、当直公開訓練を行うため、機器の配置やスペースを訓練に配慮されている。実習船橋にも、ダリニア、多機能ディスプレイがあり、単独当直訓練が可能な、ほか、公開シミュレーターがある。教室は、食堂と図書室を兼ねる、第一教室と分割して2種類の研修を、 同時進行できる第二教室がある。実習や体操に使われる後看板は、期間板風の塗装が施されている。ありがとうございます。